注意事項です。注意するといいですよ。周りを柵で囲ったからタンクのロープを外してあげましょう。あなたはもう自由よ。まるで牧場経営者になった気分です。どちらかというと飼育される側だと思いますが、あんな普通の牛と同じにしないでください。私のゲップにはメタンガスは含まれないので温室効果ガスじゃないんですよ。何の話ですかそれ。タンクにはタンクのプライドってもんがあるのよ。それはともかく、松明を作りましょう。作った木炭と木の棒を合わせて松明の完成よ。こいつを地面にぶっ刺してきらびやかに光り輝かせてやるわ。母なる大地にプロメテウスの火を。松明、先っぽに火がついている棒です。周りを明るく照らすことができます。この松明の火は永遠に消えません。明らかにエネルギー保存則を破っています。しかも明かりで敵が湧かなくなります。魔除け効果もあるんですね。あと防虫効果。つまりこの世界では松明はオカルトものです。あー怖い怖い。これで柵の内側に敵は湧かなくなったわ。ってことで徹夜してもいいよね。ダメです。夜はちゃんと寝ないと敵が湧いて危ないですよ。あんたにあれこれ指図されたくないわ。じゃあ私は何のためにここにいるんですか。あなたがやるべきことは指示ではなくアドバイスよ。で、そのアドバイスに従うかどうかは私の自由ってわけ。なるほど、よくわかりました。その物分かりのいいところが好きよ。いつまでも私にとって都合のいい存在でいてほしいわ。あ、剣を作っているんですね。そうよ。つまりこれから夜の狩りをするのよ。斧もいいけど、やっぱり私は剣で戦いたいわ。ということでちょっと出かけてくるわ。お留守番よろしくね。来年までには帰ってきてくださいね。よし、遠足気分で出発しましょう。この周辺を地獄絵図にするのよ。軽はずみに地獄を作らないでください。肉を切らせて骨を断つ。豚肉も骨もどっちも切ってるじゃないですか。骨は飾りに使えるから集めましょう。飾り？あ、レコードチャンス。あー、惜しいですねー。スケルトンが矢でクリーパーを倒すと、レコードをドロップすることがあるんですよ。そんなものいらないわ。あなたには聞こえないの？この戦場のオーケストラが、私の剣が指揮棒で、モンスターたちの断末魔の叫びがメロディーを奏で、この夜の大地にこだまするのよ。これには夜の魔王もスタンディングオベーションよ。暴力的でありながら指摘ですねー。あのクリーパーもクッキー食べたいのかしら。普通に襲いに来てるだけだと思いますが。いいわよ。地獄で食べるがいい？あなたの墓にクッキーをお供えするわ。あなたの墓なんて誰も作らないからクッキーあげない。どうぞ安らかに。最新ファッションのゾンビが来たわよ。こいつの肉の味はどんなもんかしら。ちょっと味見させて。絶対絶対。私死んじゃう。逃げろー。なんか楽しそうですね、エイリン先生。とっとと寝ましょう。狩りの続きは夢の中で。おやすみなさい。おはようタンク。おはようございます。その体力の減り具合、夕べはお楽しみでしたね。とっても激しかったし気持ちよかったわ。ここからでもエイリン先生のセクシーな声が聞こえましたよ。でもあいつらすぐ行っちゃうの。もっと私を喜ばせてほしいわ。やはり夜の運動は気持ちがいいものの疲れるものなんですね。一体何の話を。朝から私の相手をしたい奴がいるとは。朝の運動も一日を元気に過ごすために重要。ほらほら、私の魅力に惹かれてやってきたわ。いいツボを刺激していかせてあげましょう。これが私流の針治療よ。治療って取り返しのつかないことになってるじゃないですか。そろそろ家を作ってみてはいかがでしょうか。そうねー、いつまでも野宿をし続けるのは嫌だわ。完全に家だわこれ。まあ、家ですね。早く内部視察したいですわ。ちょっと贅沢してドアもつけましょう。ドアって贅沢の範疇に入るんですか？一番乗りです。お先に失礼。なんかやけに嬉しそうですね。ずっと家が欲しかったのかしら。やっと直射日光を遮る場所に来れましたわ。紫外線に当たり続けるとお肌が荒れちゃいますわ。
意外と美容のこと気にしてるんですね。牛なのに。バカにしてるんですか。これは高度な知能と社交性がある証拠です。タンク、自分を美しくしようとする。その心がけが一番美しいわよ。そんなこと言って私を口説くつもりですか。